皆さんおはようございます。マーティンダーミャクボーイキングタクです。中部地方の給食どんどん紹介します。まずは山梨県都留市の灰味噌ラーメン、そぼろパン、唐揚げ、海藻サラダ、雪見大福、牛乳、雪見大福溶けちゃうよ、早食いだーい。 B1 グランプリで優勝した三重県はロールパン、津餃子、春雨スープ、牛乳、津餃子に注目。長野県は、メロンパン、鶏肉の唐揚げ、卵スープ、こんにゃくサラダ、青じそドレッシング、コーヒー牛乳の素牛乳、メロンパンとコーヒー牛乳、メタボだね。メタボ聞いたー。新潟県長岡市、隣の三条、毎日ご飯出るのと全然違いますね。米麺、かき玉汁、スナップエンドウサラダ、抹茶蒸しパン、牛乳。びっくりしましたね、はい。富山県は、シーフードエキスパ、小型コッペパン、フライドポテト、アロエリーフルーツポッチ、牛乳。さすがお魚、具が魅力、はい。石川県は中華定食はロールパン、八宝菜、春巻き、杏仁豆腐、牛乳、チャイニーズフード、はい。福井県はきなこ揚げパン、野菜のスープにバナナ、牛乳。ジョイさん確認したけどおかず忘れちゃってるね、貧乏だね、はい。静岡県はパン、野菜そば、焼きそば入り野菜ソテー、はい。カレーの唐揚げ、白玉ポンチ、チョコレートクリーム、牛乳。子供懐かしいフルーツポンチって別に。沢尻エリカです、はい。愛知県はソフト麺、肉味噌がけ、ちくわのサボテン揚げ、ししゃもの磯辺揚げ、冷凍パイナップル、牛乳、サボテン、オーマイガー、はい。岐阜県は、はい、小型パン、揚げパン、コーンラーメン、シューマイ、ゼリー、牛乳、もう肥満すぎやん。はい、以上です。バイバイ。